ありがとう、シリカ。シリカのおかげで、いろいろ記憶を確認できたよ。そうですか？ああ、助かった。それならいいんですが。うん。じゃあ、そろそろ休もうぜ。あ、キリトさん、ダメです。ダメって何が？ちゃんと毛布をかぶりましょう。え、ああ、わかった。ほら、かぶったぞ。はい。体が冷えたりしちゃいけませんからね。もう、確かにそうだな。キリトさん。ん？なんだ？その、喉は渇いてないですか？ね、渇いてないけど。それならよかったです。喉が渇いていると寝れないこともありますからね。おう。それでは、しっかり睡眠をとりましょう。次の日に響くといけないので。あのさ、シリカ。何ですか？いや、なんか普段と様子が違うように思えるんだけど、気のせいか？そうでしょうか。うん。なんだかいつもと違って、かなりテキパキしているというか。それはつまり、普段がテキパキしてないってことですよね。いや、そういう意味じゃないんだけどさ。ただ、ちょっと様子が違うから心配になったんだ。やっぱり、バレちゃいましたか。今日、キリトさんの記憶が戻っているか確認をするために思い出を振り返った時に、考えたんです。私はいつでも、キリトさんに甘えてばっかりだったなって。そうかな。俺はそんな風に思ってないけど。でも、キリトさんは初めてお会いした時から、私のことを助けてくださいました。あの時、キリトさんはピナを死なせてしまった私を励ましてくれました。それから、ピナを生き返らせる手助けをしてくださったんです。なあ、そうだったな。もし、キリトさんが助けてくれなかったら、どうなっていたか。やっぱり出会った頃から、私はキリトさんに助けられてばかりでした。中層からアークソフィアの町に来てから、私がちゃんと戦えるように、キリトさんは助けてくれました。だから思い出したら、キリトさんに甘えてばっかりで、なんだか申し訳なくなっちゃって。それでしっかり者のシリカになろうとしたのか？はい。俺はシリカを助けられたことが嬉しかったよ。シリカは妹みたいだって思ったし、なんだか守ってあげなくちゃって思ったんだ。そんな風に思ってもらえるなんて、嬉しいです。キリトさんは変わっていないですね。ずっと、私のヒーローです。けど、私はやっぱり、ちゃんと大人になりたいです。もっとしっかりした、キリトさんを支えられる女の子に。そうなのか？はい。今回現実世界でキリトさんが襲われたって聞いたとき、すごく怖かったんです。それと同時に、自分の無力さを感じました。なんで私はキリトさんに何もできないんだろうって。だからもっと大人になって、甘えん坊を卒業したいんです。キリトさんを支えられるようになるために。そうなのか？でも、シリカはここまで俺を助けに来てくれたじゃないか。それだけで十分だよ。でも、それだけじゃ全然キリトさんの力には慣れてないです。そんなことない。それに、俺はシリカに甘えられるの全然迷惑じゃないよ。え？シリカは大切な仲間だからな。それに、シリカに甘えられるのをやめられたら、ちょっと寂しいかも。誰かのために何かできるっていうのは、それはそれで嬉しいことなんだよ。キリトさん。だからシリカが何か困ったりしているときは、遠慮なんてせずに頼ってほしいんだ。そんな、いいんですか？ああ、もちろんだよ。むしろ甘えてくれ。無理して大人になろうだなんてしなくていいからさ。はい。わかりました。うん、よろしい。いろいろ話したな。それじゃあ今度こそ寝ようか。シリカが毛布かけてくれたことだし、
よく眠れそうだよ。あのキリトさん。ん？どうした？その早速で申し訳ないのですが、また私キリトさんに甘えてもいいですか？かなり早速だな。そうですよね。特に今困ってないですし、ずうずうしいこと言ってごめんなさい。諦めます。冗談だって。大丈夫だよ、何でも言ってくれ。それじゃあもう少し近づいてもいいですか？ああ、さすがに近すぎませんか、シリカさん。ごめんなさい、つい甘えちゃいました。ダメだったら離れます。いや、いいよ、甘えていいって言ったの俺だからな。ありがとうございます。でも俺に近づくことでシリカに何かいいことってあるのか？近くで見られるだけで私すごく幸せなんです。そうなのか、ならいいけどな。はい。まだまだ甘えん坊は卒業できなさそうです。シリカ、どうしたんだ？具合でも悪いのか？ではないのですが、実はずっと不満なことがありまして。不満なこと？アンダーワールドの食事が口に合わないとかか？いえ、そんなことはないです。そういう問題ではなく、自分自身への不満というか、私に与えられたものについての不満というか。ん？もしかして賢者じゃなくて別のジョブが良かったとか？違います。じゃあ武器や防具の優先度とか、なんなら聖護騎士のみんなに相談して。そういうものでもないんです。じゃあ何なんだ？非常に言いづらいのですが、私のアバターってやっぱりかなりチンチクリンですよね。チンチクリン？そうかな。はい、 SAO 時代からのアバターをコンバートしてるので、どうしても仕方がないのですが、現実の体はこれよりも2年分成長しているので、どうも違和感があるというか。その差を思うと、なんだかこのアバターは顔立ちも体型も子供っぽすぎて、いろいろと不満なんです。キリトさん、私の現実での体型を覚えてます？やっぱり現実の体と比べるとこのアバターは小さいですよね。そうか、現実のシリカとこのアバター、特に見た目は変わらないって思うけどな。そんなひどいですよ、キリトさん。私を子供扱いして。身長だって何センチか伸びたのに。ほら、やっぱりセルフイメージの回復が完全じゃないのかも。その口調、さてはわざと言っていますね。もうキリトさんなんて知りません。ごめん、何でもするから許してくれよ。本当ですか？本当に。じゃあお返しに、今度は私がキリトさんを子供扱いします。おいシリカ、いきなり抱きしめるなんて。しかも急に頭を撫でてきた。よしよし、キリトくん、いい子ですね。いい子なのか？はい、キリトくんはいつも頑張っていますから。頑張りすぎて無茶ばっかりでちょっと心配です。でも私はそんなキリトくんが好きです。え？ごめんなさい、こんなことして。ちょっと調子に乗りすぎちゃいました。何でもするって言ったし、
大丈夫だよ。やっぱりキリトさんは優しくて大人です。まだまだ叶わないですね。キリトさん、お腹の虫が鳴ってますよ。ああ悪い、なんだかちょっと小腹が減っちゃってさ。よかったら何か食べに行きます？いやいいよ、時間的にどこの店も閉まってるしな。この近くにある店で夜まで空いてるところが一軒あったけど、野菜のスープしか置いてないからさ。詳しいですね、キリトさん、さすがです。ま、食べ物のことならいろいろ知ってるぜ。町に出てる屋台とかにも詳しいからな。キリトさんはこの世界の食べ物は一通り食べ尽くしたって感じですか？ああ、でもまだまだ制覇はできてないだろうな。できる限りいろんな場所でいろんなものを食べてみてるんだけど。なるほど。シリカは？ここに来てからちゃんと食べてるか？はい、たまに皆さんと一緒に食べ歩きしてます。この前、セントリアにあるチーズケーキのお店に行ったんですけど、すっごく美味しかったです。ああ、あれシリカも食べたのか。うまいよな。あ、そうそう、あの味ってさ、似てるって思わないか？キリトさんも思っておられました？ああ、シリカと初めて会った時に食べた SAO 中層の町のチーズケーキそっくりなんだ。キリトさんもあの味を覚えてくれてて嬉しいです。ああ、うまかったからな。そういえばシリカは SAO 時代、アークソフィアに来るまではずっと中層にいたんだよな。でもあの頃のことを思い出すとなんだかちょっと恥ずかしいです。どうしてだ？あの頃の私は中層でアイドル扱いされて浮かれてました。竜使いシリカなんて呼ばれてチヤホヤされて、自分は特別なんだって思い込んで調子に乗ってたんです。でもピナが私のせいで命を落としてしまった時、初めてそんな風に思っちゃいけないんだって実感しました。そうだったのか。はい、ピナをあんな目に遭わせてしまいましたが、あの事件がなければ今も私はアイドル気取りのままだったかもしれません。そうかな。でもそんな風に思っていたって言っても、シリカは別に誰かを傷つけたりしたわけじゃないだろ。それでもダメです。何より私はキリトさんや皆さんと関わってからはっきりと自分が特別なんかじゃないって分かったんです。皆さんはすごい人だけど、私は平凡なごくごく普通の女の子だったので。そうかな。シリカはシリカですごいって思うけどな。キリトさんはいつもそう言ってくれましたよね。私が悩むたび励ましてくれました。でもだからこそ私は特別じゃない自分にできることを探そうって思えるようになったんです。いや、特別じゃないって言ってもシリカは俺にとって今も特別だぞ。え？シリカは大切な俺の友達だからな。シリカの代わりは誰もいないよ。それだけでシリカは特別な存在なんだ。キリトさん、ありがとうございます。そう言ってもらえると嬉しいです。でも私、もっとキリトさんを支えられるよう頑張りたいです。そうか、もう十分支えてくれてるけどな。いいえ、まだまだですから。それに本当は友達以上にもなりたいですしね。はあ。どうしたんだシリカ、ため息なんてついて。今日実はちょっと憂鬱なことがありまして。憂鬱なこと？そのおぞましい魔獣と遭遇したんです。おぞましい、レベルが高い魔獣か？いえ、そんなに強い相手ではなかったのですが、私が苦手なぐちょぐちょネバネバ系の体に触手が生えた魔獣だったんです。ああいうのを見るとどうしてもトラウマが蘇ってきてゾゾッとしてしまうというか。そうだな、シリカは大体ああいうのに出くわすとスカッ。キリトさん、
今なんて言いかけましたか？いや、大変な目に遭うよな。スカートって言いかけましたよね？言ってません。キリトさん、私の恥ずかしい姿を覚えているんですね。記憶に異常がないのは分かりましたが、そんなことまで覚えているなんて。いや、シリカの恥ずかしい姿なんて全く覚えてないぞ。まさかこの世界には服を溶かすような攻撃をする魔人はいないはずだからな。やっぱりお化け花に服を溶かされたの覚えてるじゃないですか。誤解だ。今のはあくまでも例示であって、断じて実際の出来事を覚えていたわけではない。もうでも見られたのがキリトさんだったからまだ良かったです。ん？どういう意味だ？そのキリトさんになら恥ずかしいけど見られても大丈夫だって思うんです。ん？どういう意味だ？あ、もしかして、あ、そうだ、シリカ俺のことをお兄ちゃんみたいだって昔言ってたもんな。そういう意味じゃありません。じゃあどういう意味なんだよ？もうキリトさんはやっぱり鈍感なままです。シリカよく寝てるな。よっぽど疲れているのかな。あ、なんでこんなに近づいてくるんだ？いいかいいか。なんか頭を撫で回され始めた。がっつり体を抱きしめられてるせいで動けない。されるがままだ。ピナ、かわいいね。なんだ、俺をピナだと思ってるのか。なぜ俺の頭に唇を。シリカさん、何を。私ピナにチューってして、あれ、ここにいるのはキリトさん。ということは私さっき、ごめんなさい、私ったらなんてことを。俺ピナと間違われたみたいだな。はい、キリトさんの髪の毛ふわふわしてすごく柔らかくて、夢の中ではピナの感触だって思って全然疑いませんでした。大丈夫だよ、気にしなくて。気にします。キリトさんの頭にチューなんて。それだけ俺の髪の毛がモフモフしてたってことだろうな。恥ずかしい。でも夢に見るなんて、やっぱりピナに会えなくて寂しいんじゃないか。ピナと離れてからもうだいぶ経つもんな。ええ、ちょっとだけ寂しいです。でもあっちでのピナは元気だと思うので大丈夫です。ちゃんと行ってくるよって言ってから来たので、ピナもキリトさんにまた会うのを楽しみにしてると思います。ああ、そしたらシリカが勇気を出して俺を助けに来てくれたってこと、ピナにも話してやらないとな。キリトさん、はい、この世界でキリトさんと作った思い出をたくさんピナに話してあげたいです。